はい、どうも、妖怪チプニプニ今回もやっていきます。今回ねガシャやりたいと思います。一応ね今回空前絶後のメインアカウントだけ元気ドリンクドロップしないというほんと前回の動画でも言ったんだけど、この10連調査兵団コインを追い求めるためにかなりのねいろんなものを失ってしまいましたね。まあでも今ねちょっと巻き返し中ですね。はい、今回はね一応ガシャとかやる予定で1日ものですね。 Z は1日でおそらくね、これは中特攻だね。ジークに与えるダメージアップ中特攻の Z ランクの超アップガシャですね。でおそらく次の日がミカサ、そしてアルミン、そしてリヴァイという感じになってくるのかなと思います。私、進撃の巨人知らないんだけど、アルミンが有名だけど、アルミンこんなになっちゃうんだ。そして、知らないけど、エレン、これガシャにはいないか。エレンがあれなんだな。ちょっと漫画読まないと分かんないね。アルミンなんだ。ちょっと本当どっかしてないかな。はい。でね、一応ね、今回、なんでか、最近なんだけど、Z ランクの特攻だけだとね、無課金だとね、この9までたどり着かないんですよ。まあ、9ならもしかしたらたどり着くかもしれないんですけど、まあ、10はねとりあえずいけないっていうのは分かってて、なのでちょっと ZZ か ZZZ の時にね、全力を出すやり方にしようかなと思ったんですが、一応サブアカの方がね、結構豪傑が揃ってるので、サブアカの方はねガシャ回そうかなと思ってます。一応プリチ私はこんなもう勇ましも弱くてさ、技レベルが全然低くてね、持ってるやつが。メインアカウントはね。どうしようもないね。プリチーもこれぐらいしか揃わなくて。まあで、豪傑ね、このメインアカウントは豪傑弱いんで、揃ってもね、どうしようもない。ZZ1 体しかいないし。これはサブアカはいいんだけどね。でもやっぱスキルがね、効いてるとダメージも結構与えるんで、まあ、今回のね、種族が通常の方はニョロロンで、大ボスの方がね、こっちが不気味だっけ？なんでね、勇ましと豪傑じゃ相性が悪いんだけど、まあ、その代わりこっちのね、ピークの方が相性がいいんだけどね。はい、まあ、そんな感じで、このメインアカウントで当ててもね、ちょっとうまく豪傑は活かせないので、ちょっとサバカの方ね、行きたいと思ってますので、サバカの方でね、行きたいと思います。じゃあちょっと2番目のアカウントいきます。はい、これ2番目のアカウントで現在ね18の、5個、まあ、これが理想なんだよね本当は。で6まで5までか5個ドロップです。まあちょっと1個はね、あの例のなんだっけコマーシャルを見てゲットの方なんだけど、一応5個ねドロップしてます。なんかすごい人はもう20個以上ドロップしてるみたいだけど、今回やっぱコラボなんでね、お助けやれば落ちると思います。で、一応ね、私がサブアカでちゃんと戦えるのは、この Z の2体、メインアカウントで持ってない、学校がエンマと、この将棋アシュラがね、技レベルマックスのスキルマックスで、いるおかげでね、いろんな気まぐれゲートも、他のイベントも戦えるんだけど、ただバフがしっかりしてないからね、封印とかには弱いんだよね。まあ、また、ね、バタン級とクリスタルイケメン剣イベントになってんじゃと思うけどね。はい、まあ、Y ポイント9000しかないんですが、一応ねガシャ回したいと思います。まあ明日もね10連なんちゃらコインがあるから、まあそれに託すっていう手もあるんだけど、ね、まあちょっと行きましょう。勇ましもまあまあなんだけどな、この豪傑2体で。もう1個のねアカウントの方なんかは、ウルトラマンゼロビヨンド、限界突破したゼロビヨンドもいるんで、あ、かっこいいね。あー、ダメか。最近はもうダメだな。
ただ今回そのおかげでまあ火力、通常の方のピークの方のやつの方は火力はあるので、多分今3赤でね、1万は火力あるんじゃないかな、ダメージね。なので割とお助けはねできる方だ。あ、ダンドリーさん、いいよ、いしょ、ポン、あ、ヌラリだ。10連ガシャチケットでも割と、あ、ドスンで終わった。まあラストチャンスまで残しとくっていう手もあるんだが、まあ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 豪傑が出たらねそれでやればいいので、あれかな、ちょっとあれだね、もうほんと弱いんだよな今回。サブアカたちどうしたらいいんだろうって感じだけど、まあただね不気味がいるんで、このイケメン犬とね、あとバタン Q さんがあるんで、あとなんだっけ、この技レベル3だけどバンバラヤもいるんでなんとかなんねえかなって思ってんだけどね。はい、ちょっとやっぱ技レベル低いね、サブアカだからね。まあウルトラマン2体いるとか、やっぱこういう感じで今回もね、限界突破できるんで、ちょっとこのセットで欲しいね、リバイがほんと欲しいな。ただジークもね育てられるチャンスはあるんで、うん、ジークはやる価値あるかな、楽しみにしてますけどね。ジークはなんだっけ、ジークは、あ、復活スキルだから、まあでもウルトラマンのやつでこの前ね、なんか最近あれだよね、おはじきは溜まった状態でスターとか、あれだね、ゼロ復活、この前のウルトラマンもね、なんだっけ、ベリアルがそうだったけど、そんな感じになってるね、うん、復活スキルになってますね。はい、まあ限界突破できたらね、ZZ の価値はあるんで、まあ、いいんじゃないでしょうかね。アルミンはプリ、ポカポカ、まあ、本当に。エレンも種族効果あるんでエレンもいいけど、まあやっぱりリヴァイが今回結果突破できるんであれだよね。まあエレンはドロップで頑張ればいいっていうのもあるんだけどな、あんまり頑張れないんだよねはい、ごめんなさい。じゃあ3番目いきましょう。やっぱコラボのキャラみんないいね。はい、これ3番目のアカウントで、これはね結構進んでる29、それもね3個ですね。それもやっぱりこれをねちょっと追いましてね、ジークがほんと出なかったんだよな、余計な、ほんとちょっと初日の初動、まあ、完全に間違えましたね。はい、さあ行きましょう。何でしたっけ、ガシャですね。そう、それでこの3番目のアカウントはね、この 3強がいるんでね、このほんとすごいよね、この3強がいるだけで種族効果アップでしょ、こっちはデカプに降ってくるでしょ、そしてこれが一瞬で消すのスーパーフィーバーだからね、あ、違う違う、溜まった状態散布にスタートだから、ね、この3体だけで本当降っていけるっていうかね、なんかそんな感じなんで、今回もねリヴァイ、あとドロップ頑張れる人はねエレンガチ妖怪だよね。行きましょう。やっぱりコラボキャラ本当にいいよね。危ね、危ねっていうか持ってねえから行かけねえか。一応ね、運を落として。そろそろコインも99枚に行きそうですね。早くまとめて回せる機能が実装してほしい。本当はサブアカもな、技レベルマックスになってきたのにな。サトの秘伝書使いまくりたかったな。さあ行きましょう。うわあ、金か、賭けには負けましたね。まあちょっといいかな、明日は勇ましだからいいかな、明日はやんなくて、ガシャはね。お、どっちか SS かな。おー、ミカサ、君は隠しステージで後でドロップする予定なのにサブアカで到達する前に通っちゃった。ミカサ、今日、明日がミカサかな、覚醒の方ね。さあ行きましょう。ポン。
ノストラダマスでした。はい、というわけで最後ね、かっこいい感じですが、ちょっとダメでしたね。まあでもまあ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 、いつも通りですよ。結局はお助け頑張ってラストチャンスって感じになってくるんですかね。はい、ただまあコラボのねミッションあるんで、それをしっかり頑張ってね、またワイポイント貯めて頑張りましょうか。結構お助けで必殺の秘伝書ミニが落ちるんで、ミニをかき集めてね。うん、まあとにかく今回は3かどれかでねリバイをゲットして、うすら影やっぱ安定させたいですよね。うすら影イベントが来た時にねえ、なんとかしたいから、やっぱり限界突破できるイベントはちょっとね、うすら影ね頑張りたいな。デカプニを消すとそのデカプニ降ってくる系だから、あんまりあれだけど、うん、一体ね ZZZ ってどうなんでしょうね。来年は ZZZZ になるんかね。うん、はい、まあ、ちょっとアルミン欲しいな。でもポカポカ弱いしな。だから本当なかなか難しいもんだよね。エレンが ZZZ だったらよかったりね、そう思いますけどね。はい、というわけでまあちょっとね、明日は10連コインまた頑張りつつ、お助けね頑張りたいと思うんで、またよろしくお願いします。お助けもねしてもらっていつもありがとうございます。はい、じゃあ無課金攻略頑張りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、これ年末ジャンボの年末ニャンボかのために撮っとかないとだね。はい、じゃあすいません、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。あ、そうだ、この奥もまだやってなかったな。これもやんないとね。